姿勢改善、アンチエイジングに効果のある20分間のリラクゼーションヨガを行っていきます。まずは体の中心に左右のかかとがくるようにあぐらをかいていきます。お尻のお肉を外にかき出して座骨でしっかりとマットを押したら背筋を伸ばして手は膝の上に置いたら鼻からゆっくり息を吸って、鼻からゆっくり息を吐いて、まずは呼吸を整えていきます。鼻からゆっくり息を吸って、鼻からゆっくり息を吐いて、吐くときは吸う息の2倍くらい時間をかけて吐き出していきます。次の吸う息で両手を上に上げて、頭の上で手を組んだら気持ちよく上に伸びて、息を吐きながらゆっくりと手をマットへ下ろしていきます。繰り返します。息を吸って手を上に上げて、気持ちよく脇の下や首の前側を伸ばしていきましょう。次の吐く息でゆっくりと手をマットに下ろしていきます。息を吸って今度は両手を胸の前で組んだら吐きながら体を丸めて、次の吸う息で戻ったら繰り返します。吐いて手を伸ばして肩甲骨を気持ちよく伸ばしていきましょう。息を吸って戻って、吐いて伸ばして、次の吸う息で体を起こしたら今度は両手を肩の上に置いて肩を回していきましょう。ゆっくりと大きく丁寧に回していきます。反対側も回していきます。動かしにくい場所があったら吐きながら丁寧に肩周りをほぐして可動域を広げていきましょう。次の吸う息で今度は両手を体の後ろで組み、お尻の後ろに手を置いて息を吸って、息を吐きながら視線を斜め上に、肩甲骨を寄せて首の前側と鎖骨を伸ばしていきましょう。次の吐く息で視線を元に戻したら今度はその手を上下に振っていきます。肩こり解消、巻き肩に効果的なポーズ。次の吐く息で手を戻したら今度は首を回していきます。左右それぞれ3回ずつ、呼吸に合わせながらゆっくり大きく丁寧に回していきましょう。動かしにくい箇所は吐きながらゆっくりと丁寧に、反対側も回していきます。気持ちよく首周りもほぐしていきます。右回しと左回し、左右差があるかどうかも感じていきましょう。回し終わったら両手を首の後ろに置き、息を吸って吐きながら首を前に倒していきます。首の後ろ側を気持ちよく伸ばしていきましょう。首のこりの解消、眼精疲労にも効果的なポーズ。次の吸う息で首を戻したら今度は両手を顎の下で合掌、息を吸って吐きながら首の前側を伸ばしていきます。スマホ首による老化防止に効果的なポーズ。首や顔のシワやたるみの改善、アンチエイジングにも効果的なポーズ。次の吐く息でゆっくりと戻していきます。次の吸う息で右手を左耳の上、左手は体の横に伸ばしたら息を吐きながら気持ちよく右側に首を傾けていきます。気持ちよく左側の肩や首を伸ばしていきましょう。次の吸う息で右手を左の後頭部へずらし、左手も斜め後ろに置いたら吐きながら今度は左の首の後ろを伸ばしていきましょう。負荷をかけすぎず手の重みだけで気持ちよく伸ばしたら、キリのいいところで体を起こして反対。今度は左手を右耳の上、右手は体の横に伸ばし、吐きながら気持ちよく右側の肩や首を伸ばしていきます。右側の耳と肩を遠ざけるイメージで、次の吐く息で手をずらして今度は右側の斜め後ろ側を気持ちよく伸ばしていきます。息を吸って息を吐いて、次の吸う息で元の体勢に戻っていきます。
次の吸う息で両肩を持ち上げ、耳と肩を近づけていきます。吐く息でストーンと肩を下ろしていきます。次の吸う息で両肩を持ち上げたら、首を後ろに倒し左右に動かしていきます。気持ちよく首の後ろをマッサージしていきましょう。ご自身のタイミングで今度は首を左側に倒したら、左側で前後に首を動かしていきます。凝ってる部分は息を吐きながら丁寧に優しくほぐしていきましょう。ご自身のタイミングで今度は右側、首や肩の凝りは骨盤の歪みや中年太りはもちろん、顔のたるみやほうれい線の原因にもなるので優しくほぐしていきましょう。次の吐く息でゆっくり戻っていきます。次の吸う息で左手を上に伸ばしたら、吐きながら肘を折り曲げて、右手で肘を掴んだらゆっくり吐きながら中央に引き寄せていきます。ご自身の気持ちのいい部分を探っていきましょう。ゆっくり息を吸って、息を吐いて、気持ちよく脇を伸ばして、脇にあるリンパも刺激していきましょう。次の吐く息でゆっくりと手を戻して、血流の流れを感じていきます。一息ついたら、今度は次の吸う息で右手を上に上げて、肘を折り曲げ、左手で中央に引き寄せていきます。肩こり解消、姿勢改善に効果的なポーズ。また脇のリンパである液化リンパを刺激することで、老廃物の詰まりの緩和、血流の流れにも効果的なポーズ。次の吐く息でゆっくり戻っていったら一息つきます。今度は両足を曲げた状態で前に出して、足を左右に倒していきましょう。足と腰周りを緩めていきます。次に足が左側に倒れたら、右の足を後ろに引いて、左のかかとを引き寄せ、かけられそうでしたら右の足を右の肘にかけていきます。手を胸の前で組んだら、このままでも OK ですが、手を頭の後ろで組めそうな方は組んで、視線は斜め上に。鳩のポーズ、体幹強化、肩こりやむくみの緩和、姿勢改善、ダイエットやアンチエイジングにも効果的なポーズ。ゆっくり呼吸とともにポーズを深めていきます。息を吸って、息を吐いて、次の吐く息でポーズをほどいたら一息つきます。今度は反対、両足を立てて右側に倒したら、かけられそうであれば左足を肘にかけて、両足を体に引き寄せていきます。可能であれば頭の後ろで手を組んで、胸を開いて視線は斜め上に。鳩のポーズ、鳩胸という言葉がありますが、鳩のように胸を開くことで深い呼吸が行えます。胸を開くことを意識して、深い気持ちのいい呼吸を味わっていきましょう。頭の後ろで手を組むのが苦手という方は、タオルを使って行う方法や、手は胸の前で組んでチャレンジしてみてください。次の吐く息でゆっくりとポーズをほどいたら、今度は膝立ちになっていきましょう。左足を横に伸ばして、息を吸いながら右手を上に伸ばして、息を吐きながら左に体を傾けていきます。左手は左足の上にそっと置いて、気持ちよく体側を伸ばしていきましょう。パリガーサナ、甘露期のポーズ、ストレス解消、ウエストや二の腕の引き締めにも効果的なポーズ。次の吸う息で体を起こしたら、今度は右手を右の斜め後ろに置いて、息を吐きながら左手も右側に伸ばしていきましょう。気持ちよく体を反らして、体の前側をストレッチしていきます。視線は左手の先。
次の吸う息でゆっくりと体を回すようにして起き上がっていきましょう。一息ついたら足をチェンジ。今度は右足を横に伸ばして、息を吸って左手を上に伸ばして、息を吐きながら右側に体を傾けていきます。マットだと硬くて膝が痛いという方はタオルを引いていただいても大丈夫です。視線は斜め上に、気持ちよく体側を伸ばしていきましょう。次の吸う息でゆっくりと体を起こしたら、今度は左手を左の斜め後ろについて体を反らしていきます。体の力を抜いて呼吸とともにポーズを深めていきましょう。次の吐く息でゆっくりと体を回すようにして起き上がっていきます。一息ついたら今度はマットの後ろの方で正座の姿勢になっていきます。息を吐きながら両手を前に倒して、チャイルドポーズ、ヨガの休憩のポーズ。先ほど反らした腰や背中周り、脇の下などを気持ちよく伸ばしていきましょう。疲労回復やストレスの緩和、リラックスにも効果的なポーズ。次の吸う息でゆっくりと体を起こしたら、今度は四つん這いの姿勢になっていきます。肩の真下に手首、お尻の真下に膝が来るように置いたら、息を吸って体を反らして、息を吐きながら背中を丸めていきます。ご自身の呼吸に合わせてあと3回ほど行っていきます。息を吸って手でマットを押して背中を反らして、視線は斜め上に、息を吐いて背中を丸めて、視線はおへそを覗き込むイメージで、キャット&カウ、体幹強化、背中のストレッチ、自律神経を整えるのにも効果的なポーズ。呼吸と連動させて背中の柔軟性を鍛えていきましょう。次の吸う息でフラットニュートラルに戻ったら、右手を上に気持ちよく伸ばして、息を吐きながら左手と体の間に右手を通して頭をマットに下ろしたら、息を吸って左手を上に伸ばして、吐きながら背中側に手を回していきます。手の指先を太ももの付け根に添えれそうでしたら添えて、呼吸を深めていきます。針の糸通しのポーズ、首や肩こりの解消、ウエストの引き締め、背骨の歪みの改善にも効果的なポーズ。気持ちよく体を伸ばしていきましょう。次の吸う息でゆっくりと手をほどいて、手でマットを押すようにして起き上がっていきます。今度は反対、息を吸って左手を上に上げて、吐きながら右手と体の間に左手を通して、息を吸って右手を伸ばして、吐きながら背中側に手を回していきます。手の指先を太ももの付け根に添えれそうでしたら添えて、呼吸とともに内臓にも刺激を入れていきましょう。息を吸って、息を吐いて、次の吸う息でゆっくりとポーズをほどいたら、手でマットを押して四つん這いの姿勢に戻っていきます。息を吸って、吐きながら両手を前に伸ばして、つけれそうであれば顎かおでこをマットにつけて、お腹を引き締めて、お尻は天井方向に突き出して、気持ちよく体を伸ばしていきます。猫の伸びのポーズ、背中や股関節のストレッチ、肩こり解消、背中痩せにも効果的なポーズ。呼吸とともに気持ちよくポーズを深めていきましょう。次の吸う息でゆっくりとマットを押しながら四つん這いの姿勢に戻っていきます。一息ついたら次の吐く息で手と手の間に頭をつけていきます。前後に頭を動かして、頭のてっぺんにある百会という万能のツボを刺激していきます。次の吸う息で動きを止めたら、頭をマットに下ろしたまま両手を後ろで組んで、天井方向に手を伸ばしていきます。首は動かさないように気をつけて、足の甲をマットから浮かせられそうな方は浮かして、うさぎのポーズ、眼精疲労や頭痛、肩こりの改善、
自律神経の乱れの緩和、リラックスにも効果的なポーズ。次の吐く息で頭をマットにつけたまま手と足を下ろして、頭の横に手をつけたらゆっくりとおでこをマットに下ろして、チャイルドポーズで休んでいきましょう。手のひらを上向きにすると先ほどとは別の場所が刺激されて気持ちがいいのでおすすめです。ゆっくりと息を吸って、息を吐いて、次の吸う息でうつ伏せになっていきます。腰を左右に振って、まずは体の力みをほどいていきましょう。後屈系のポーズを2回行っていきます。腰を強く反るポーズなので、苦手な方は片方ずつ行っていきましょう。お腹とお尻に力を入れて、手で足首を持ったら、次の吸う息で足で手を引っ張るようにして体を起こしていきます。胸を張って、視線は斜め前方に。気持ちよく呼吸ができる位置でキープしましょう。体を起こす位置はご自身が気持ちいいと感じる位置で大丈夫です。次の吐く息でゆっくりとマットに体を戻していきましょう。一度手足をほどいて体を左右に振って、使った背筋と腰周りを緩めていきます。一息ついたらもう一度片方ずつポーズを行った方は、先ほどとは反対側の手足で行っていきます。手で足首を持って、次の吸う息で足で手を引っ張るようにして上体を起こしていきましょう。指のポーズ、猫背や巻き肩の解消、姿勢改善、肩こりの緩和、ヒップアップ、気持ちが前向きになり、若返り効果があるとも言われています。次の吐く息でうつ伏せの姿勢に戻ったら、腰を左右に振って腰と背中の緊張を緩めていきます。一息ついたら、今度は仰向けになっていきましょう。両膝を立てたら、次の吐く息で両膝を胸の方に引き寄せて、左右に気持ちよく揺らしていきましょう。次の吐く息で足をさらに胸に引き寄せて、上体を起こし、顔と膝を近づけていきます。赤ちゃんのポーズ、腰のストレッチ、便秘解消に効果的なポーズ。次の吐く息で頭をマットに下ろしたら、今度は両手足を天井方向に持ち上げて、ブラ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 、ゴキブリのポーズ。次の吐く息で今度はかかとでお尻や太ももを叩いて足をほぐしていきましょう。キリのいいところで止めたら、今度は足を曲げて、手で内側から足の裏を持って、足を気持ちのいいところまで開いていきましょう。ハッピーベイビーのポーズ、股関節のストレッチ、足のむくみの解消、リラックスに効果的なポーズ。呼吸とともに気持ちよくポーズを深めていきましょう。次の吐く息で手足をほどいて、今度は右足を立てて、右足に左足をかけたら、息を吐きながらゆっくりと左側に体をねじっていきます。手は頭の上で組んで、気持ちよく体を伸ばしていきましょう。タツノオトシゴのポーズ、疲労回復、内臓機能の活性化、腰痛の緩和にも効果的なポーズ。次の吸う息で体を戻したら、今度は反対、左足に右足をかけ、ゆっくり息を吐きながら右側に体をねじっていきます。手は頭の上で組んで、息を吸って、息を吐いて、呼吸とともに内臓にも刺激を入れていきましょう。次の吸う息で仰向けの姿勢に戻っていきます。今度は両腕を体の下にしまって、息を吸いながら肘でマットを押して、頭頂をマットにつけて体を反らしていきます。マッツィアーサナ、魚のポーズ。姿勢改善、バストアップ、首や顔のシワの緩和や若返りにも効果的なポーズ。気持ちよく首や体の前面を伸ばしていきましょう。次の吐く息で仰向けの姿勢に戻っていきます。シャバーアーサナ、全身脱力、マットに身を委ねていきましょう。手足の力を抜いて、目は優しく閉じて、
心地のいい呼吸とともに体の力を抜いていきます。数分のシャバーサナをして終えていきます。